はい、ということで、え？そんな感じの始まり方でしたけど、あの今日のゲストは浅地陽介プロです。お願いします。よろしくお願いします。アトムが言ってアプローチ修行の旅っていう番組にと出演してもらいます。2分前にそれ聞きました。2分前？マジで？そうなんですか。今日聞きたいのは、最近それこそこの番組としてさせてもらってて、すごくいろいろ聞いてきて、だいぶ僕自分自身アプローチ上手くなってきたの、だけど、上げるのがまだちょっと苦手で、上げるの誰が上手いかなと思ったら、陽介めちゃくちゃ上手いなと思って、それを2分前にお願いしたって、そう、何のこっちゃ分からずに来てアプローチは浅地陽介の右に出る者いないぐらいの、まあイメージがやっぱり光るものというか、得意ですけどね、だよね、だから、まあ、ちょっと最近はそのスタンダードなものはだいぶちょっと良くなってきたから、でも両方もちろん上手いから、特にちょっと上げるのをちょっと習いたいの、まあ、どういう習いたい、まあ、どういう風に打ってるのかなっていうのを今日は見たいなと思って、ちょっとよろしくお願いします、お願いします。これさ、ちょっと薄いじゃん下が、でエッジから多分ね、エッジまでがどれぐらいだろうな、7ヤード、8ヤードぐらい、そうですね、10分ないぐらいですけどね、エッジから5ヤードぐらいのところにちょっと刺したんだけど、もうこれショートサイドでさ、そのエッジからのピンまでの距離よりもさ、エッジからボールまでの距離が長いじゃん、これとももう上げるしかないじゃん、まあそうですね、状況的に言ったら、上げる時のその陽介の打ち方ってどういう風にイメージというか、そのまあ基本の構え方とか、開き方とか、なんかこう自分の中でこう、これは絶対しなくちゃいけないというのがあるので、まあ、まずはドン開きですね。とりあえずドン開きなの、ドン開きね、まあこれが普通だとして、まあまあそれだったらこれぐらいですね。マジで、そんな開くの、ああでも、でもそうか、そんな、そんな、まあ、その感じか、ほぼ、まあ、真上向くイメージです、で、ちなみにそれ何度の上っていうんですか、これ62、62、はい、出たよ、62、まあだからそれがね、ちょっと一つこう上げるの得意なところですよね、だって62からまた開くわけじゃん、そう、だからもう本当真上向く、だから90ぐらいのイメージです、開くときは。あ、はい、なんて95じゃない、95は行き過ぎてる、ちょっと邪魔が入ったんですけど、邪魔が入ったんです、はい、まああれもね、直人もアプローチ上手いですよ、そう、まあ90ぐらいで、それは置いといていいですか、いいよ、で、まああとはな、まあ大体の落としどころを決める、じゃあ例えばこれだったら、まあエッジから、まあ1ヤード2ヤードぐらい、のイメージ、であとはこのオーバーしてもあんまり気にしないというか、じゃあ何それ、やっぱじゃあ一番しちゃいけないミスはやっぱり手前のミスってこと、まあ手前くぐってそこが一番やっちゃいけないミスなので、乗らないとかね、そう思うんで、まあ多少 3,4 メーターオーバーしてもいいかなっていう気持ちでですね、じゃあまあそれぐらいの強さで、まあ、振り幅、まあ、振り感というかね、そうですね、ちょっと一回とりあえず打ってもらおうかな、そしたら、構えたのが結構オーソドックス、別に普通のアプローチの構えで、普通のアプローチの構えからでちょっとまあこうやって開いて、また大体これすごいよね、お前これすごいよね、お前今弱かったけど、あのさ、すごいよね、あんなバックスイング上げるからね、で、あの飛びだからね、そ、バックスイングでかいっすか、でかい、マジっすか、はい、
でも僕の中では今ぐらい上げたら多分奥のキーぐらいが飛んでいく。それはない。本当に人いたら俺打てないからさ。まあ、お前人たちって普通に打つよね、人いても。まあ開いてる。いや、そうそうそう、開いてるかって俺には関係ないからそうで、あとは、うん、まあその理論上無理だけどこの辺で打つイメージ。え、上目なの？はい、イメージね。で、ここに当てるためには、うん、どうしたらいいかって言ったら、うん、やっぱね、こう潜り込ませなきゃいけないじゃないですか。はい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 、こうやって、うんうんうん、だからこういう動きを少し入れる。でもここに当てるって初めて聞いたんだけど、イメージとして。はい、でもなんか綺麗に当てようとすると。ああ、そうそうそう、あ、俺はそういう感じで、やっぱりちょっとこういう感じで入って手元が先に行ったね。あ、からこの上目に当てるイメージすると、うんうん、やっぱちょっとこうハンドレートに入れないと、うんうんうん、そこに当たる感触は出てこない。あ、からこう、だからちょっとこう右手でこういうイメージ、うん、まあ、ちょっとほどきながらってことね。そうそうそう、はい、ちょっともう一回、すごいな。また弱いけど。また弱いけど。いや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 、はい、もうでもさ、あれでもさ、はい、まあまあ別に勝負できるじゃん、パーパットの。そうそう、いい、まあパーパット、バーディーパットにしてもさ、これでビタッと行かせようとすると、うん、もっと手前、もっと手前とか。結構やっぱちょっと緊張するから、うんうんうん、こう手が出ちゃったりとかするんですけど、あ、まあ、大体でいいなって思うと、まあ、意外とスッと大きく上げれるというか。すごいね、はい、でもさ、ゆっくりだよね、しかも。そうですね、あんまりだからさっと速く振るイメージはないです。ないんだ。バウンスはちなみにそういくつぐらいの？一応8っす。 8で、うん、で、まあ後ろ落としてるから、じゃあもうちょっと、じゃあ6、7ぐらいってことかかな。まあ開いた時に、うん、まあこの歯が浮かないようにまあしてるんですけど、はい、どう？ライクしたなるほど。あ、そうっすね、左向きます。左向いてるけど、はい、ピンの方にボール出てるもんね。そうだからこれ、俺これで打ち切らんの。え、そう、あの人がいなければ打つんだけど大丈夫、行ったらファーって言いますか。うまい、うまい。自分でびっくりしたの。うまい、うまい。今が良かった、うん、まあ、ちょっと、うん、バンって強いけど、あ、まあでもあんな感じです。そんな感じ。強いって何なんだろう。まあやっぱりちょっとこう飛ばないかったらどうしようとか、まあ、ちょっとなんかこう邪念が入ると、うん、こう自分でこうバンって合わせにいっちゃうのかなっていう。いや、それってやっぱり練習でカバーするしかないのかな、その反応っていう。まあそれはもう自分の感覚じゃないですか、アプローチさん。だからそこでこう感覚を研ぎ澄ませる練習。ちょっと待って、俺のじゃ立ち方で、はい、逆に、あ、逆に僕が入りましょうか。そう、はい、これで上げるって。